淳林父は、中国春秋時代の進むの政治家。生は不明、死は淳、もしくは官職名から中公、イミナー林等、送り縄官、淳官氏、中公官氏とも呼ばれる、淳気の孫、淳育公の子。進むの名門として名高い淳氏は、淳気の第二、健康の防身として、や恐れを滅ぼす一条なすなどの牽制を振るったが、その後の掲載。 痛み子の王子の煽りを受けて淳一気が自害したことで、家勢が傾き、恵子の頃の淳子は、筆足状態に追い込まれていた。しかし、文公が即位して、後の紀元前633年、進むに三軍が設置された際に淳林父は、文公の御社に任じられ、ここから、淳子の家勢が上向き始める。翌紀元前三十二年、文孔が産業の兵を編成した時は、 その統率にあたる中高の将に任じられ、淳林父はこれに感激して、中高を指とした。紀元前620年、陸系の第4位にあたる上軍の助に昇進し、成教、中軍の将の長立を支えた。長立の引退後、慶向の代には成教、中軍の将となり、紀元前597年のの戦いにて、総を率いる祖軍と戦ったが、 進む軍内部の乱れを抑えることができず、ス訪エに大敗した。帰国した純派父は傾向に死を坊たが、傾向は死薬軸の助言を聞き入れて、これを許さなかった。敗戦後に進むから背いた帝を討伐する際は、帝国内に侵入して越兵のみを行って引き上げた。帝は進む軍の厳粛さを見て、大いに恐れ、帝上皇はス訪エに出かけて、進むについて相談した。 純林父は戦わずして、進むの威信を取り戻すことに成功したのである。これによって、ようやく、進む軍は純林父のもとにまとまり、その後は盛んに活動する真の北方の敵を討伐した。死後、官も送りなされ、中高監視と呼ばれる。ありがとうございます。